お集まりをいただきました。本当にありがとうございます。今日はこの場に菅総理が来てください。その話を聞いたときに本当に嬉しいと思うとともに身の引き締まる思いでございます。この選挙どうしても勝ち抜いて、そしてその報告を菅総理に私は絶対やるんだと、その気持ちでいっぱいでございます。菅総理、私にとっては菅総理、いつまでも菅総理。菅総理はこれまで本当に沖縄に心を砕いてくださいました。先ほど桑井市長からもありましたけれども、今さっき一緒に見てまいりましたけれども、沖縄アリーナ、あれ皆さん大変だったんです。本当にこれ予算化するのがですね大変だったんですけれども、桑井市長の一歩も引かないその熱意にほだされて、菅総理がよし分かったと言ってくださった、その結果としてあの素晴らしい沖縄アリーナができたんです。しかも1万人ですよ。先ほど視察ということで菅総理に見ていただきました。躍動感があるね、これ日本に、日本ではこんなのないでしょう、すごく喜んでくださって、さあ皆さん次はですね、このアリーナをコアとしてこの周辺の街づくり、これに着手しようではありませんか。これこそが、これこそがこの沖縄の、まあ、振興といいましょうか、この沖縄のこれからの経済をしっかりと下支えしていくためのこの沖縄アリーナ、これが絶対ですね、私はこの街づくり必要だと思っております。それに皆さん、まだまだマスクの毎日だけれども、ワクチンの接種が始まって、そして今や沖縄市は今日も昨日も感染者ゼロですよ。これはですね、菅総理のあのワクチン政策が正しかったという調査ではありませんか。あの時のあの決断がなかったら、今沖縄だけではなくて日本国全体、東京だってもう緊急事態宣言を外して、そしていわゆる飲食店ももう元通りに戻そうっていう議論だって出ているわけです。つまりもうそこまで来ています。このコロナ禍で傷んだ経済をどうやってまた元通りにするのか、いえいえ元通りではありません。沖縄は特に、沖縄は特にです。コロナ前以上のこの経済の活況を取り戻すことができるんです。その可能性が日本一あるのがこの沖縄なんです。皆さんやりましょうよ、やりましょうよ、できます。沖縄、これは先ほど市長からもありましたけれども、沖縄振興法来年で切れますけれども、でもチャンスなんです。次のこの振興法に何を組み込んでいくのか、ここが私には絶対にこれチャンスだと思っているんです。今までにない柱も立てられる。そしてこの中北部の私は今回沖縄第三選挙区から立候補しております。この地域の代表としては絶対にこの沖縄第三選挙区、こここそが沖縄の中でも発展の可能性を一番持っているところだと、これは確信をしているところです。ですので北部振興予算も増額させます。今徳地市長が頑張って10億円来年度は増額になっておりますけれども、これ皆さんもっとやりましょうよ。北部振興予算も、そして使い方も、このスキームについても地元の首長さん
人たちがしっかりと使いやすい、そんなそういうスキームじゃないと、これ使い勝手が悪いと言われて終わってしまう。そうではなくて、今度新しい法律を作るのであれば、しっかりと、まだまだインフラ足りませんよ、この地域。道路も作りましょう。人が移動しやすいように、これは必須。そしてこちら沖縄市から言えば中城湾、そして東部海浜開発、ここを前倒ししてでも私はすぐに皆さんに喜んでいただけるような、そういう政策を桑井市長と前に進めたいと思っております。沖縄の一議席が取れる。